山野キングです。香里です。さあということでラッパーティラボスロー、今回は群馬に来ております。ラッパーティラボスロー in 群馬ということで、はい、今回の実践ホールは D ステーション高崎店にお邪魔してます。はい、ということで今日はね、はい、香里朝からねたくさんお客さんが並んでましたけど、ちょっと待ってください。え、違うな。違います。違う、あれ違うぞこれ。いつもオープニングは僕が一人で、はい、喋った後に、はい、ゲストの方呼び込んで、はい、始まるんですよ。そうなんですか。なんで言います。え、最初からいやだから、はい、キングが1回目から全然呼んでくれないから、もう今日は勝手に来ちゃいましたよ。今回のゲストは第1回目以来の出演となる香里ちゃん。西日本最大級のガールズユニットプレイガイドエンジェルスに所属。笑顔がとっても魅力的でいつも元気いっぱいの女の子。なかなかゲストに呼ばれなかったので勝手に来ちゃったみたいです。1回目のゲストは確かに香里ちゃんだったんですよ、はい、で、うん、1回目やった時に、はい、あもういいかなと思って呼んでない。なんでいいかなになるんですか。ちょいちょい挟むでしょ。大体1回目のゲストが勝手に来るのやめてもらっていいですか。いいでしょ。勝手に来て、はい、出れるっていうのもおかしな仕組みだと思うんですよ。そうなんです。出れちゃいました。本当に言ってみたらね。まあ群馬に来ております。今回まあ群馬ということでやりたいと思いますが、うん、はい、まあ1回目やって覚えてると思いますけども、はい、2人でパチンコパチスロ打ってなんですが、はい、なんか打ちたい台ありますか。で今日は打ちたい台があって、はい、オキスローをねちょっと打ちたくて。置き時がすごいいいらしいんです。いやそうなんですよ。置き時しますか。はい、30杯30杯打ったことある。コイン大きいやつ。あれ大きいやつ、大きいやつありますよ。一応30杯の置き時があるから、はい、それじゃあそれに置き時に関しては僕が教えます。あ本当ですか。今日はもうバッチリ、はい、お願いします。ゲーム性から、うん、その仕組みから、まあ、数値的なことまで全部教えます、うん、その代わり香里ちゃんにはちょっとやってもらいたいことがある。え何。まあもう10年近くの付き合いでもなるじゃないですか。はい、僕のこと大体知ってると思うんですよ。あ分かります。好感度上げていただきたい。え？カオリちゃんにミッションですよ。だから僕が第のプレゼンします今日は。はい、なんでカオリちゃんが僕の好感度上げるっていう。いやでも今一個しか見当たらないんですけどどうしよう。今から考えます。ちなみにその一個はどこですか。まあ出てこないね。出てこない。いや帽子が似合うなと思って。いつも通りなんか決まってますね帽子が。ありがとうございます。はい、じゃあ帽子が決まってる僕と。はい。西日本からほぼ出たことがない香里ちゃんで、はい、ラッパチララブラブなんですか。お願いしますよ今日、はい、大丈夫ですか。頑張りたいと思います、はい、ラッパチラボスローイングンマ行ってみたいと思います。今回の収録ホールは群馬県高崎市にある D ステーション高崎店、 JR 北高崎駅から徒歩1分。さらに大型駐車場をバッチリ完備。設置台数はパチンコ382台、パチスロ251台。昨年12月25日にリニューアルオープンし、最新の設備、最新台、人気機種でお客様をお待ちしております。データ機器にはビグモプレミアムを設置。 15.6 インチの大画面でとことん見やすい仕様となっています。当日の細かい夕霧歴、28日間のスランプグラフ、大当たり結果の集計表示などデータの量も満載となっています。貸し出しスタンドにはベガシア2を設置。タッチパネルの操作で分かりやすい仕様となっています。さらにビグモプレミアムには実践データを記録して持ち帰る機能を搭載しており、メニューボタンからマイデータを選択して遊戯を開始します。遊戯終了後にパチロボのアプリから QR コードを読み取って記録完了となります。ぜひ実践に役立ててみてくださいね。 D ステーション高崎店足立です。当店は北高崎駅から徒歩1分のところにございます。12月25日にリニューアルオープンをして、最新の設備で最新のデータランプを備えております。当店では災害時に対応できるよう備蓄品を完備しておりますので、安心してご遊戯いただけます。 LINE で最速情報配信中。現在777名様突破。突然実施されるアンケート実施日にはオリジナルキャラクターシュレ君が LINE に登場。
お客様の声をダイレクトにキャッチします。お客様のご来店お待ちしております。お、いけるいけるいけるやん。OK、いけますね。よかった。角行こうか。右だったから、はい、よし。私角子でいいですか。ドキドキ。はい。53回出てるで。ほんとだ、昨日。あ、両方結構出てますよ。あっち91回とかありますけど。91回、無事に台を押さえたはずの2人ですが、ここでちょっとトラブルです。いいな。あの、大確保券置くの忘れちゃって角になっちゃいました。どういうことやね。すいません。さあ、それでは、はい、香織ちゃんと、はい、おっきいドッキということで、はい、大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。香織ちゃんの引きを知ってる分だけちょっと心配ですけども。大丈夫ですよ。今日は私いつもと違うんで。これまああの、うん、いつもと違う。何が違うんですか。いや今日いつもと違うでしょ。全然だいぶおめかししてきたつもりなんですけど。どこが、はい、どこが、え、ちょっと話し合おう。どこがマジマジおめかしでしょ。いや、まずこ の地味な感じの服に。地味って言わないで。地味って言わないで。全身地味です。これがちょっと肌の色をこうトーンアップさせていい感じになるんですよ。で、この色が、そうなんです。計算済みですから。違いました。危うく話に乗りかけた。こんな話を聞いてる場合じゃないんです。あ、違いました。あなたのファッションチェックどうでもいいです。え、してくださいよ。本当に。オキドキ。はい。これもドーンと行くときはすごいけど、うん、やれないときは全くやりませんから。あ、そうなんですか。本当に頼みますよ。わ、はい。じゃあ行きたいと思います。頑張ります。スタート。よしか。Gステーションこれがあるからね、そういえばね。え、それ何ですか。これあのメガネ、メガネ違うわ。あの、あ、わあ。あ、かけてます本当だ。あ、ブルーライトをカットできるやつ。やってみたらいいよ。これもらえるんですか。もらえない、もらえない。あ、もらえないですね。何でももらおうとするな。わあ、いいですね。目に優しいからね。うわぁ、ね、あの古いね。メガネかけるとそうなるっていう仕組みが古い。もう古いんですか。メガネかけるとすぐセクシーな感じを出す仕組みが古い。なんで。ね、今もあるんですよ。はい。ここは関東なんだから。はい、ね、ちゃんと通用しないよ。俺ら田舎者なんだからさ、ちょっとおとなしくしとかないとダメよ。わかりました。バカにされちゃうよ。あ、本当。バレちゃうから。バレちゃう、バレちゃう、ね、やばいやばい。それでは気を取り直して実践スタート。よし、はい。とりあえず朝一はね、やっぱおきどきリセットかかってると、うん、前が当たる可能性があるんで。はい、いきます。いや、私おきどき 1、2回くらいしか打ったことないんですけど。そうだ。はい、とりあえず、はい、あのかなちゃんのパンツは見れました。ああ、透けるからね、かなちゃんが光った時はね。はい。何色だった、かなちゃんのパンツは。何色とかあるんですか。あるよ、ちゃんと色。そこが素人だな。え、本当にあるんですか。あるよ、色。嘘。色チェックしないとダメよ。何色だったんだろう。かおりちゃん何色が多いの。私はあれですよ、もうもう赤のグイグイの。もうめっちゃ考えてるやん今。めっちゃ考えてるやん。グイグイの紐パンです。グイグイの部分がよくわからない。グイグイの部分がグイグイですよ。もう生地がない、あのティーバッグです。あ、ティーバッグのことをグイグイっていうの。あ、グイグイ出てこなかった。もうグイグイの方がいいんじゃないですか。グイグイ、あの店に行ってグイグイくださいっても出てけんやろ。だって店に下着屋さんに行って言ったことないかもですけど、グイ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 ありますかって。グイグイの。そんな話をしている間に周りは光っていますよ。わー、光ってる。わー、光ってる。そうよ、もう今も光に挟まれてるから。本当ですね。オセロやったらひっくり返って光るから大丈夫。行こう行こう。2人も早い当たりに期待したいですね。ああ、お母さんありがとうございます。お母さんが持ってきてくれた。これが光った瞬間にお母さんも笑顔になるっていうね。花がありますね、お母さん。光りました。おー、
なんと97ゲーム OK。 早いな。よし、栄光だ。よしよしよし。ちょっともう黙って、こっから勝負やから。これ天国に入れないと。まず、あー、おー、取れました。今すごい、やった。私79ゲーム、やった。マリさん、トロちゃん、これちょっと幸先がいいぞ。いいですね。どっちだろう。あ、レギュラー。レギュラー、やっぱそこやな、爪が甘いな。いや、いいんですよ、未来につながるレギュラーですから。これはやっぱちっちゃいから、ちっちゃいの出てくるんですよ。うるさいな。さあ、2人のモードはどうなっているかな。あ、終わった。終わりました。32ゲーム、ちょっと連射させてよ。頑張りますよ。もう天国入れるか入れないかでもだいぶ違ってくるからね。見せなきゃ。いや、でも結構皆さん結構なですね。もういきなり天国行ってるから。はい、32ゲームよ。32ゲーム間は8分の1で、しかも天国行ってれば抽選してるからね。あ、そうなんですか。そう、8分の1の女ではあると思います。いや、分かる、言ってることが分からんねん。え、なになに、今のは聞き逃せん、聞き逃せん。適当にも程がある。開始が何、8分の1っての女って何。いや、キング、どういうこと。いや、細かいこと聞くと嫌われますよ。本当、もうちょっと、まあ俺5年前から言おうと思ったけど、はい、もうちょっと考えて喋ってね。もうちょっと考えて、いや、考える前に口がこう動いた。8分の1の女って、ね、本当に今だ、分からん、ひどすぎる。もう30ゲームよ。はい、いや、この2ゲームですよ。この2ゲームある、ある、ある、あると思って叩かないと。このドキドキ感たまりません。いや、来ますよ、来ますよ。なんと、来ます来ます来ます。ほら、ここ、あ、天国ではありませんでしたっていうことですね。残念。まあ、そう簡単にね、ポンポン当たってもね。レークで当たったらまた次も。おい、何、34ゲーム。ちょっと中途半端なことやめてくれる。中途半端なことなんか。いや、でもこれ本当に、いや、でもやりましたよ。いや、天国じゃないのも分かったし、はい、さらに、はい、このゲーム数で当たったのはでかい。でかいですか。でかい。よっしゃー。あ、いく、いくボーナス。ちょっと、ちょっと、今注目は俺なのよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、大丈夫ですよ、キングのことは期待してますから。頼むよ。30。あー、天国行ってないですねって思ってたら、ラストで32ゲームです。ごめん、天国なかったです。あら、いや、ダメだ、2発目でもダメか。ラスト、ダメだね。残念ながら2人とも連チャンならず。いや、キングがこうやいのやいの言うから、俺のせい、こう私の神聖な気持ちがこう、いや、なかったやん、崩れて。かなちゃんのパンツがどうこう言ってたやんか。グイグイの、グイグイの、グイグイの。いや、やっぱ下心はダメですね、見たいとか思うことは。あたいが風ですよ、あたいが風。あたいが風ってどういう意味なんですか。当たりが来るようにみたいな、おまじない。スマホ持ってんでしょ、今の子なんだから。はい、あたいが風って言って調べてみなさい、あたいが風って。知らないんですか。結局知ってる、知ってるよ。あ、知ってます。早速スマホで調べようとすると、あ、だるまが出てきた。なんでやねん、なんでやねん、なんでスマホ出そうと思ったらだるまが出てくるわけ。だるまを買ったんですよ。初めて見た俺、スマホ取るっつってだるま出てきたやつ。いや、だるまを、どういうこと。いや、だるま、なんかこう祈願できるって聞いて、今日はこの見たい演奏をね、こう祈願して見れたらこう目を描いてあげようかなって思ったんですよ。やんなよ、じゃあ。はい、で花も描いてあげようかな。ビーズ引いたら
はい、顔を完成させましょう。なんか凛々しい目描いたな。いや、お目パッチリさせてあげようかなと思って。黒丸でよかったんちゃう。怖いで、なんか可愛い、可愛いでしょ、可愛いでしょ。じゃあ違うの、だるまの話じゃないです。はい、アタイガフを調べろって。アタイガフ、だるまの話なんだ。中断チェリーでフリーズしますようにお願いします。ここに置いとこうかな。ちなみにアタイガフは幸運という意味です。絶対嫌や、ポケットからだるま出てくる女。ガオルちゃん、はい、当てるまで死後禁止ね。本当に重大なことだけ喋っていいよ。本当に重大なことがあれば。キング、何、このカナちゃんのおっぱいは何カップなんですかね。おい、いや結構気になってるんですよ。それが本当に重大なことだったら答えてあげるわ。重大ですよ、やっぱり。香織ちゃんと一緒なんじゃないの。じゃあ E カップ。おい嘘つけ。おい嘘つけ。いや嘘ではないですよ。こっそり嘘を差し込んでくるんじゃないよ。いや嘘ではないんですよ、人に言われたから。人に言われたって何。いやなんか知ってる、あれでしょ、そんな思い出した、はい、そう、広島で下着を買うときは、はい、B カップな香織ちゃんが。B じゃない。福岡で買うとなぜか E カップになるんでしょ。そうなんです。でも B じゃない、 C でした。 C だったのに、広島の下着屋さんで買うときは、はい、下着屋の人が C カップですよっていうのに、はい、福岡で買おうとしたら E カップって言われたんですよ。そうなんですよ。関門海峡を越えると何かがあるんじゃない。そうかもしれない。そんなことあるんやね。ねえ、びっくりしました。 E カップ、 E カップですって。いや自分が一番びっくりしてるのに、ああなんか嘘つくな嘘つくなって散々周りの人に言われるんですよ。あの時はひどかったね、周りにもずっと。そう、大ブーイング。もう本気でいい加減にしろよって言われてたもんね。そうなんですよ。自称じゃないから、人に言われたんです。いや、かおりちゃん、はい、本当に1ミリも大事な話じゃないわ、はい、これ。大事ですよ、香織ちゃんのカップの話なんて。大事なんです、私にとっては結構大事なんです。代表絵柄が、おお、387、花、本当だ。よし、もう大丈夫やろ、これで。わー、めっちゃ戻る。2発目頼むぞ。そうか、香織ちゃん2発目滑ったもんね。はい、私あのお兄さんに頑張ってもらいます。あ、まだ2枚目？はい。あ、そうなの？あれ？違いますね。あと2枚ってことは。そうでしょ？3枚目でした。ヤマキ、今回は天国に上がっているかな？よっ、ちょっと。頼む、パーティーで天国。いや、お願いしますよ。大丈夫だと思う、大丈夫だと思う。もう8ゲーム回していかなかったら不安になるからね。頼むって。よし、おー、5ゲーム、これはいったと思います。まあまだね、一発だと天国の可能性じゃなくて普通に初当たり見た可能性もあるけど、はい、まあでも天国でしょう。さあ、レギュラーか、このね、やっぱボーナスの振り分けも結構ね大事ですよね。さあ、ここからの連チャンに期待と、その前にちょっと一息です。ほら、めちゃめちゃ来るんですよ。これでもあれかな、本当に超能力者とかいたらさ、はい、止めれたりするのかな。何の話。何の話ですか、本当に。できたらあの世の中のパチンコ屋さん大変なことになりますから。 やっぱできんねやろねっていうことは、はい、できないでしょ。お、俺スプーン負けできるの知ってる。そうなんですか。俺スプーン負けできるの。本当に本当に無理やりこうねじ負けてる。違う、本当に本当に本当に俺スプーン負けできる。絶対嘘。いや、本当本当。そこまで言うなら見せてもらいますからね。びっくりすんだよ、多分。嘘だ。本当に本当に。よし、バッて落ちるなんてことあるわけない。大丈夫。
よし、わー完璧だ。おっしゃ、やばっ。いやー、もう天国の楽しさ、もいいな、たまらんね。そしてこのボーナス中に何？予告音が第三選手が続きました。お光ります。よし、タカシちゃん、ラブユーって書いてるわ。書いてないです。書いてないな。チャンス、チャンス、チャンスだ。はい、頑張る。よし、よし、うわー、いいなー、いいなー。よっしゃ、来た。とりあえずカラちゃん見れた、前半。履いてましたね、ちゃんと。安心してください。履いてます。消えてもすぐ着くくせにさ、もう消えていいんじゃない。一回家帰るよるんだ、こうやってな。すぐ出てくるのに、また呼び出したらすぐ出てきよるから。このハイビスカス、なんなんですか。出てこいよとすぐ出てくるから、ちょっと呼び出してみようか。はい、出てこいよ。ほら、もうすぐ出てくる。ほら、すぐよ、もう。今だけですからね、そんな浮かれられるのも。おい、やっちゃって。私はこれからなんですよ。あの、本当に本当に後半伸びるタイプなんで。えらい前半が長いんやね。じゃあ、かおりちゃん、俺知り合って知り合ってもう10年近く経つけど、ずっと前半、前半ってこと。もう序章です、これが。ずっと前半。後半がなかなか訪れない。たまにはあったでしょ、すごいとこ。いや、マジでないけど。あれです。あった、あれです。あ、あ、いや、俺がさっき気づいた。よし、3回目来ました。これはちょっと天国に。はい、いや、本当お願いしますよ、もう。とりあえずちょっとビッグブラス欲しい。あー、あれぐらい。まあまあまあ大丈夫、もう天国行ってるから。レギュラー分の出玉で32回せるから。はい、そう、そうしていきます。かおりちゃんも天国へ上がっているかな。よし、よし、来た、よかった。もうかなちゃんの後ってなんか終わるイメージがちょっとあるんだよ。まあ、もちろんそういう仕組みではないけどね。はい、イメージで。よかった、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 よかった。ヤマキンはこれで5連チャン目。あ、え、1軍目光った。おりちゃん、おりちゃん、不意打ちですね。コーナーどうあったの気づかんだよ。叩いたら何かあったってことやろ。はい、いい加減にしてもらって。いや、なんか私何も考えない方がいいかもね。確かに。はい、まあれぐらい。体のサイズにぴったりやな。スモールサイズ。いや、もう心は OK でしょ。でも天国行ったね、天国行ったでしょ、さすがに。それは1ゲームランだよ、やった、嬉しい。いや、どうせならかなちゃん光ってほしかったですけど。かなちゃん光ったらビッグだからね。あ、そうなんですね。光れ、光らない。おし、ちょうど2倍終わり。16ゲームまだある、まだいった。よっしゃ、わー、ちょっと香りちゃん、はい、それでも天国だと思うんで、はい、特抜けとかやめてくださいね、本当に。もう8ゲーム以内で。レギュラーしか引いてないでしょ、しかも。はい、レギュラー、ビッグ1回ありましたけど、連チャン中は、連チャン中はレギュラー。はい、レギュラーの、次はビッグ行きましょう。頼むよ。頼むよ。ご覧来たー、よかった、7ゲーム。よかった、よかった。ビッグボーナス、あれ。ちょっと大丈夫？3回目大丈夫？ビッグ、ビッグ見ないまま天国終わるとかやめてよ。大丈夫だ、ちゃんと追いついてくると思いますよ。分かんないけど。2人はどこまでレンちゃんを伸ばせられるかな。ちょっと本当にやばいや。さっきは天国にいたんだからね。はい、結構引いてないでしょ、しかも。引いてない、引いてない、3回レギュラーです。あのさ、
あんなに楽しみにしてた動物園に行ったのに、はい、ライオンを見ずに帰るようなもんですじゃあプレッシャーかけるのやめてくださいよ。ちょっと牛しか見てないわ動物園でレギュラー3回ってまだあラストそうやなあ、声がないそうそう、やる気ないやんかだるまが一枚掛けにしてしまってすごいはい、終わったはい、終わりました全力抜けましたわー、抜けたレギュラー3連で全力抜けです抜けましたしょうがない俺が天国とはこういうもんだって見せよう今もうこれ6連してるからねはいあ不安になってきたなこれよしおーまだ行ったよかったよしこれでも7連目ですよよっしゃモモが移行してくれればいいんですけど、まあ、俺だったらもう希望してる展開だなんでそういうこと言うんですかいや励ますとかなんかできないんですか本当嫌な人ですよ10年間ずっと嫌な人ですよおいおいおい私の時はおいおい俺の好感度上げろ今日はいや上げないですよさあ今7連チャン目が終わりましたけど、はい、かおちゃんここで、はい、前半戦終了したいと思います終了終了でございます私は後半、はい、天国いるのかどうかっていうところから、はい、かおりちゃんはだるまの目が入るのかどうかっていうところから、はいね、はい、行きたいと思いますので前半終了でございますお疲れ様ですさあ前半の実戦が終わりまして、はい、まあ、かおりちゃんはかおりちゃんだなっていう展開がいやー、ね、まあそうなんですけど、ね、ようやく入った天国がレギュラー3回で抜けてしまうっていうねいや本当びっくりしましたよまた1からですよ本当にこれレギュラーね、はい、びっくりしちゃってせめて本当ビッグね1回ぐらい行きたかったんですまあしょうがない3連、はい、僕が今7連しております、うん、さらにまだねボーナス終わった直後で前半やめてますんで、はい、後半も単純にゲームいやね、分かるんですよ、そういう気持ちも、うん、ただ、ね、納得いってないことがあって、まあ、前半終了しましたけど、うん、大のこと結局全くプレゼンを受けてないんですよいや、本当それは心外ですよ全然プレゼンしてくれないじゃないですかイメージが大事だってこと伝えましたよねはいいやいやハイビスカスの光で日焼けするぐらいのイメージをしろと、はい、いやもう置き時について教えてほしいのにそのイメージとか言われてもじゃあ言わせてもらいますじゃあ言わせてもらいますじゃあ言わせてもらいます僕が大のプレゼンをする、はい、今回のねテーマは僕が大のプレゼンする、はい、カオルちゃんが僕の好感度上げる、うん、僕の好感度一切上がってないと思いますけどもいや上がってますよねもうドローですよ、はい、いや無理やりですよ上げたこと言いました僕の好感度上げようと頑張ったんですけどキングになんかエピソードが備わってなかったんですよおいおいいやキングがこんだけすごいのを引いたんだぞじゃあ同じです僕は、うん、本当に僕も言いたいですけどカオルちゃんがもうレギュラーしか引かないから言うことはねいやもうあるじゃないですかいろいろ励ましの言葉とかせめて言ってほしいのにドロー後半ちょっとどっちが仕事するかちゃんと見ていただきたい皆さんには、はい、いやもうここまで来たんですか私はもうバッチリ仕事してだるまにね目を描いて帰りますので分かりましたじゃあだるまに目を入れれるようにね、うん、本当にフリーズ引いて、はい、できれば超ドキドキぐらいねそうですね見せたいんで、はいまあ、かなちゃんは僕が見せましたし、はいまあ、ビッグの連ちゃんも僕が見せましたしわー出た出たまあ、いろんなもんは僕が見せました私が言わないか自分で言い始めましたよ後半も頑張りたいと思います、はい、ということで前半はここまでということでまた次回お会いしましょう、はい、さよなら頑張ります